はい、こんにちは。今日はね、もう2月の後半ね、皆さん準備してると思いますけど、待ち遠しかったですよね。今日はね、いつものこうレモンをこう切ったりとかね、こう植え込みとかそういった部分のお話とは別にですよ、皆さんがこうちょっと頭を悩ませる、まず病気のこと、それとレモンにつく害虫のこと、この辺のお話を進めていこうと思います。よろしかったらご覧ください。どうぞ。はい、それで早速ですけれどもね、今日、害虫、要はレモンにつく虫のこと、その後にね、レモンのなりやすい病気、こういった部分のお話をしていこうと思うんですけども、それではね、早速なんですけども、レモンにつくまず虫関係ですよね。ちょっとこういろいろ調べてみたんですよ。まあ自分のところでね、そんなにこう今までこうやっていて大きな被害っていうのは、自分のところではどちらかというとアゲハチョウだけですね。アゲハチョウはもう毎年毎年一生懸命通ってくれるので、葉っぱがかじられてしまいますから、どうしてもその辺の注意をこうきっちりして、やってるようにしてるんですけども、どうしてもね、アゲハチョウの幼虫ついてしまうとね、葉が全部食べられてしまいますのでね、その辺は駆除せざるを得ないという状況になってます。その他に、レモンの葉についている、まあ、虫としたら、絵描き虫、要はハモグリガって言ってね、葉っぱの間をこう張って歩く、ガの幼虫がいるんですけども、ハモグリガで、これがね、つきますと葉っぱがくるんと丸まったような状態になったり、葉の表面にこう絵を描いたように足跡ができたりする、ね、そういったような症状が出たら、これハモグリガだなと。でその他に、よく聞くコメントでもね、まあ、いただいたことあるんですけども、カミキリムシ、ゴマダラカミキリって、この黒い、ね、ボディにね、白い点々点があるようなね、カミキリムシ、ね、カミキリムシっていうのは根元、レモンのこういった、根元のところにかじるんです。根元のところかじって、そのかじった、皮のむけたところに卵を産みつけますから、そこに幼虫が、こう できています。で幼虫がこのふやけて、はやけて、はやけてね、こうできた時に、ここからどん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 成虫に変わっていくんですけども、この卵を産ませないっていうことがまず、カミキリムシの場合には重要になるんですね。まあ卵を産んでしまったのを見つけたらば、カミキリムシ専用の殺虫剤もありますから、そういったものを使って駆除する、もしくはですね、自分は、カミキリムシの被害はなかったんですけども、こういったようなね、薬剤を使っての、駆除やなんかもできます。これで、この紅かけ、レモンの場合ね、この紅かけっていうのは非常に効果的に、いいと思うんですけども、これ住友化学園芸さんですね、紅かけのやつ、これは葉っぱに浸透していって、効き目のあるっていうようなタイプですね。それとマイルドっていうタイプがあるんですけども、マイルドっていうタイプは葉っぱに染み込むのと同時に、病気の方にもね、こうある程度の力を発揮してくれるっていうものがあります。そういった部分で、まず害虫の駆除は、まず目に見えるものであれば、割り箸とかトングでこうね、除去する方法をとって言っていいんですけども、重要されてあまりもこうね、規模が大きくなってしまうと、なかなかそういった部分にもいかないっていう部分で、じゃあどうしたらいいのだろうって、こういうような割と手頃に使えるスプレータイプね、こうシュッシュッというスプレータイプのやつが、いいと思います。それとですね、こういったものも多分使いやすいと思うんですけども、これ病気虫書いてありますね。これもベニカ X ガードって、やっぱりベニカ系なんですけど、顆粒状です。顆粒状で、これは鉢の上にパラ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 って撒いておくことによって、ね、この成分を
気に吸わせることによって病気に抵抗するような力をつけたりとかね、虫を駆除したりするっていうようなこう優れもんです。こういったものが、ありますので、虫ですね、虫の退治するには、まあ、いろんなやり方あると思うんですけども、私の場合にはこう紅かけっていうものを割と使ってます。その他にね、ナメクジとかハダニとかね、こういろいろありますけども、まず、よく言われるのはレモンだけに問わず植物全般に言われるうどんこ病ね、白い粉がこうパラパラっとね、こうふりかけみたいに、ま、振ったような状態で白っぽいね、模様ができる。それと、かさぶたのように宮なんかにこうかさぶたのような、傷跡みたいな形で残る。でこれは草加病。その他にね、すす病、すす病っていってこう黒い、煙突のすすをこう上から葉っぱからこうね振りかけたようなすす病というものがあります。そういった形でこういろんな病気があるんですけれども、まずうどんこ病とかね、草加病とかってこういったものの類っていうのは、これカビの一種なんですよ。カビの一種なので葉の中にねこう浸透してこうどんどん広がっていきますから、この、カビの一種のこういった草加病とかうどんこ病といったものがあるんであれば、こういうのは早めに、対応して、病気用の、薬剤を使うなり、もしくは、ね、少量であればもう葉を落として、それこから広まらないような形を取っていくっていうのも一つの方法です。そういった部分、そういった、虫に対する、ね、知識っていったものと病気に対する知識っていったもの、これをね、ある程度自分の中でこう備えておくことによって、ね、対処ができますので、で先ほどちょっと話の中にありましたけども、このすす病、すす病っていうのはこの葉の表面に黒いポチポチね、すすをかぶせたようになりますけども、あれはすす病に限ってはこれカビじゃないんですよ。カビっていうか、他のものはカビとしてこう菌で広まっていっちゃいますけども、すす病は表面が黒くなっていますが、これはそういったような害虫の排泄物に対して菌が付着して黒くなっているものなので、こうやって拭き落とせば拭き落とせます、ね、すす病をきれいに拭き落とせて、直接的な、葉の中に浸透するような影響っていうのはあるわけではないので、どちらかというとその害虫が出した排泄物によって黒くなっているんだ。じゃあそのすす病をやっつけるんじゃなくて、その害虫をやっつけるっていう方法でやっぱり考えないとならないので、その辺をこうどういった病気にはどういった、ものが合うのか、まあ割と手頃なのはやっぱりこういうものですよね。こういったものを割と手頃なので簡単に使えるようなものとして使ってみてください。それとですね、これから3月に向けてもう剪定の時期ですね。先日もちょっと剪定のお話いただいたんですけれども、まあ、剪定をしててね、こう葉が急に弱ってしまったとかね、寒い時期にやっぱり剪定をするとね、レモンが枯れる可能性もありますので、その辺非常にこう注意してやってもらう必要性もあります、ね、剪定をして暖かいところに置いてあるんでしたらまだいいですけれども、急激なやっぱり温度変化がこうここのところありましたのでね、その辺でこうレモンを傷めてしまいますから、その辺の注意もしてください。でこれから、3月に向けて、レモンの植え込み植え替えとかありますけれども、自分がよく使っている肥料、自分がよく使う、ね、肥料ね、ここで、1つ2つご紹介しますけれども、これですね、マイガーデン、これはね住友さんから出てますね、マイガーデンで、肥料ってね、ここの数字を見てもらうと分かるんですけども、窒素リン酸カリね、窒素リン酸カリとマグネシウムってありますが、窒素っていうのはこう木や葉を育てるための栄養分ですね、栄養素で、リン酸って言ったら花とか実を育てるための栄養分、それとカリ、カリは根をきっちり張らせるための栄養素、こういうふうにちょっと覚えておいてください。それとこのマグネシウムっていうのはね、
緑の、ね、こう光合成をするために葉緑です。葉緑素というものがこの葉の中にありますけれども、その葉緑素を、増やすって言ったら、まあ、分かりやすいかな。そういったような、葉緑素のためにある栄養分だってマグネシウムね、そういうふうに、考えていただければ分かると思います。で、大概ね、ここが6とか8とかちょっと数字が少なめなんですけども、マイガーデン自分が使っている理由とすれば、窒素リン酸カリっていった部分が 11%、11%、7% って割と高めなんですよ。高めなので、これが使いやすくて、で、化学合成、ある程度の化学合成をされて作られてますのでね、室内で栽培するにあたってはこう匂い等も、あまり気にならない、ね、その辺をやはり皆さんも、室内で管理されている場合、表で管理されている場合、ね、冬になるとね、どうしても室内に取り込んだりしますから、じゃあそういった、場合にはどうすればいいのってね、こういったような、匂いもある程度抑えられるといったものも、必要だと思います。その他にね、使っているものとすれば、あとこれ自分はね、時折使っているマグアンプ、これも使ってますけども、これはね、ハイポネックスさんかな、ハイポネックスさんから出てるマグアンプ、これはね、マグアンプは、割とリン酸、リン酸が多いんですね。これ窒素が6に対してリン酸40、ね、カリウムが6でね、これマグネシウムが15入ってるんですね。ですからちょっと葉っぱが黄色っぽくなったなとかね、こう裾の方の葉が落ちやすくなってきたなと思ったら、これおそらくマグネシウムが不足してると考えてもいいのかなと思いますので、そういった場合にはこうやってマグアンプね、こういったものを使って葉をこうしっかり青々とさせてあげるっていうのが必要ですね。割とね、お安く済ませるのができるのは、こういったようなね、観葉とか多肉のね、肥料なんですけども、これも窒素リン酸カリ、裏に書いてありますけど、窒素リン酸カリは10、10、10ってね、10%、10%、10%、ことでありますからね、こういったものを、これもね、割と少量で、要は効率的がいいですよね。要は数字が高いってことは、ある程度の量で効率のいい、栄養素を与えられると。で、レモンはね、食いしん坊でね、肥料をいっぱい必要としますので、かといってやりすぎが気をつけてくださいね。やりすぎて、こう、緑を取りすぎちゃってね、もっと青くなっちゃったとかね、そういった部分はね、ちょっと今度肥料焼けっていうものは起こりますからね。それとね、これね、これもね、割とね、お値段の割には、窒素リン酸カリの、ね、数値的には高いんですよ。窒素が、14、リン酸が14、カリウムが14、窒素リン酸カリが14、14、14。これは、ね、国産の、安いものなんですけれども、非常にこれコスパいいですね。コスパは抜群です。おそらく、まあ量的な部分もありますけどね、このマイガーデンに比べると、これ金額からするとおそらく6分の1ぐらいです、こちらや。これはね、まあそれなりにお値段張りますけど、まあその辺はね、もう成分の違いとかもいろいろあるでしょうから、一概には言えないんですけどもね。で、カルシウム入りってなってますから、カルシウムっていうのはこの栄養分を一生懸命ね、根元から吸い上げたね、栄養分をどんどん運んでくれるためのものも入ってますのでね、こういった部分、これ国産品で安心して使えるものだと思います。こういったように、割と、自分はこう市販されてるね、ベニカ系の殺虫剤とかね、病気対応のスプレーを使ったりとか、それとこういったような市販のね、割と手軽に使えるね、化学合成のね、化成肥料を使ったりとかしてますけれども、その他にね、こう花をつける時期、大体ね5月ぐらいにこういい花がつくじゃないですか。3月ぐらいからまあ早ければ咲き始めて、4月5月って花がついていくんですけども、4月5月に花がついていった場合にね、やはりきっちり咲かせて、きっちり実をつけさせたいっていう部分、以前ねこうお送りしましたけども、人工授粉させるために花をやっぱりがっつり咲かせるっていう必要性もありますよね。
で、レモンの場合にはね、四季なり性って言ってこう、年間ね、3回花が咲くんですね。3回花が咲くので、その花のタイミング、ね、いいタイミングによってね、5月頃の花にね、実をつけさせると、ちょうど11月から12月にかけてぐらいに収穫時期になりますので、ちょうどいいタイミングです。で、その花がつく頃に、さらにこうぐんとこう観光性肥料ね、こう粒状のものっていうのはね、こういったものはね、観光性肥料ってこうじっくり効いていくタイプ、ある程度ね、こう即効性もあるでしょうけども、こうじっくり長く効き目を持続していくっていうタイプのこう観光性肥料ですね。それとは別に、液体肥料って言ったらば、もう即効性あるじゃないですか。ですから花芽がつく頃に、即効性のある、液体肥料をプラスアルファして自分は与えるようにしてるんですね。で、どんなものを使ってるのって、ごく一般的なこのハイポネックスさんね、こういったものを使って、花芽の時期に力をつけさせてあげたりね、場合によってこっちの住友さんの花工場、こっちのね、両方使い分けたりしてますけれども、まあ、どちらがどちらでいいのかなったら、まあ、若干こっちの方が強いのかな、ね、こっちは使い慣れてる部分でね、使ってますが、まあこれは花が咲く時期にちょっと使ってあげることによってね、元気な花咲かせることができますから、その辺よかったら試してみてください。こういった形でね、いよいよ皆さん、3月4月5月ね、どんどんね、こうお手入れの時期になってきますけども、一番こういいね、これからレモンを始めたいって言った人たちもいると思うんですけども、自分がね、以前出した動画のね、年間のスケジュール、年間スケジュールの、動画をぜひ見てください。年間スケジュールの動画の中には、ね、自分でこう、作ったね、スケジュール表がありますので、そのスケジュール表を見て、あ、もう今剪定の時期なんだなとか、今植え替えの時期なんだな、今肥料を与える時期なんだな、そういったような時期的なものが細かくある程度こう記してあります。それを見ながら、いいタイミングで肥料を与えて、ね、夏になればもう朝に晩にお水を2回ぐらいあげなくちゃならないです。今は地面というかね、まあ、鉢物でしたら鉢の表面が乾いたら水をあげる。鉢の表面が乾いたら水をあげる。こういう手してもらって、ね、これから春、夏にね、なっていくと今度どんどん乾燥強まりますのでね、夏になったらば1日に朝晩2度ぐらいあげても十分です。レモンの場合に夏場水を切らしてしまうと簡単に葉っぱ落ちちゃうんですね。そうするとまた葉っぱが出てくるのはちょっと待ってなくちゃならなくなるので、夏場の水切れ、これはちょっと気をつけてください。じゃあとりあえず3月からですね、皆さんもね、植え付けとかね、お手入れとか始めていくでしょうけれども、ぜひね、今年はね、豊作をね、目指して頑張ってもらうといいと思いますね。今までこう何のこうお勉強もしないで、ただただこう水をあげて育てていったね、気まぐれでタイミングで肥料をあげていたっていうのとまた別に、この1年間の年間スケジュールを見ながらやっていくと、そのちょうどいい時期にきちっと肥料をあげたり、ちょうどいい時期に剪定したりといったような、ことができますので、必ず、多くの実が取れるように多分栽培できると思います。ね、うちなんかもう室内にね置いてありますんでね、ここにある、ここね、これ今ちょっと小さいですけど、サイパンレモンなんですけども、このサイパンレモンもう6つぐらい実がつき始めちゃってるんですよ。それと隣にある赤レモンなんですけども、これも8つぐらい実がつき始めちゃってます。それと亜熱帯の方の部屋に置いてあるね、レモンですね、去年の暮れにね、こうクリスマスツリーみたいにこういっぱいレモンがなってるものをお送りしましたけども、この木が今ね20個以上実がついてますね。
ちょっとね、室内管理でね、温度高めにしてたもんですからね、花の咲くのが早くてね、みんなこう早めに、実がつき始めましたけれども、まあ、時期的なものもありますからね、これ整備落下してある程度こう落ちてしまいますけれども、また5月ぐらいになればね、表に出してね、こうすくすくと伸ばしてあげるようにしようと思っております。今度ね、ちょっとお送りしようと思ってるんですが、こうね、幹がこうやってあってね、こう枝が生えて、普通はこうは枝に花が咲くじゃないですか。それとは別にジャボチカバっていう植物があってね、ジャボチカバってどういうのって言ったら、こう幹のところに直接花がポッと咲くんですよ。幹に花が咲いて幹に実がなるんですね。どんな実がなるのって、あの巨峰みたいな実がなって、足も巨峰みたいなんですね。これが、近々ね、うちに来ますので、その辺の、お話も合わせてしようかなと思っております。それとはですね、うちにジャンボレモン、ジャンボレモンがあるんですけれども、これ今年ね、こう新しいこう芽を吹かせようと思ってね、一気にパチパチっとね、落としてしまったのでね、これ後ほどね、またお送りしようと思いますけれども、どういう形でこう木を作っていればいいのか、どういったふうに枝を伸ばして、どういったふうに、花見を持たせるのがいいのかっていう部分を分かりやすく、解説して作ろうと思っております。それでですね、ちょっと話が戻りますけれども、今後ですね、自分がやっていくにあたって、皆さんにね、こうレモンのお話をお送りするにあたってのお話と、その他にこんな植物もやってほしいっていうお話がね、あればね、そちらの方のコメントも送っていただきたいと思いますけれども、それとは別にもうあとね、いろいろ考えてるんですが、まあ、LINE なんかを使ってね、LINE 電話で直接ご指導ができるようにね、お電話でね、直接ご指導ができるような形も取ってみようかなっていう考えもありますし、もう一点ですね、あとはライブ、まだまだね、ライブを開けるほどね、登録ユーザーさんたくさんいるわけではないんですが、ライブ形式で、実践的にやってみる、そういったものを見てみたいっていう方がいらっしゃればね、そういった部分も合わせて考えていきますので、いろいろね、どういったふうにやっていったらいいのかっていうのは、皆さんからのご意見やなんかも、取り入れてね、参考にしてやっていこうと思います。まず皆さんでね、こう動画を見て、あ、うちのと、ね、うちのレモンはどうなんだろうってこうコメントなんかくださる方たちって結構多いんですけれども、一つだけお願いがあります。コメントくださるときには必ず鉢の大体号数、鉢の号数とそのレモンの大きさ、なおかつ分かれば、レモンが、このレモンは何年経ってるんですっていう最低条件の情報を教えていただいて、質問を書いていただけると助かるんですよ。ね、場合によってはね、うちのレモンは花が咲かないんですけど咲きますかね、これではお答えのしようがないんですね。あとはレモンの花が枯れてしまったんですけど今年は大丈夫でしょうかとか、いやー、どのクラスの大きさのレモンなんだって、今どういう状況なんだって、ね、葉の状態はどうですかっていう、そういう逆にこちらがいっぱい質問をしないとお答えできないようなコメントになってしまいますので、できれば最低情報としてこういった状態で、こういうふうになってしまったんですけどどうしたらいいでしょうっていう形で のコメントでお願いいたします。それではね、今日はね、虫に対するお話、要は害虫ですよね、害虫に対するお話と、病気に対するお話、その他ね、これからも植え替えの時期ですよ、栄養分も必要ですよ、多分も合わせてお話しさせていただきましたけれども、3月に向けてどんどん皆さんね、準備して、立派な、レモンの木、育ててみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。